花尾一郎の音楽魂。あーおこれが汚いな。すごい。皆様こんにちは、金尾一郎でございます。金尾一郎の音楽魂、すごい声で青を言ってしまいました。いやいや、すごっすね今の声。ガラガラ声でした。ガラガラ声でしたけどもね、だんだん声がガラガラになってくるかな。ねえ、ということで今日金玉、はい、ね、楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしくお願いします、ね。ということで、あと桜田武さん。はい、こんにちは。久しぶりですね。久しぶりです。いかがですか、調子はどうですかね。バッチリです。バッチリ。バッチリです。ね、僕もあれなんだけど、ちょっと疲れが出たから。先週はね、二日間は。そうですよ、ラジオ終わってすぐ行きましてですね。本当にバスライブ ね、やっていただきまして、ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。青津健一さんね、はい、そうそうさん。はい。しかしね、須賀川に俺忘れもしたの、また。何を？いや、音楽魂のまた。ああ、そっか。またね。本当に？うん。あの、あれをね、飾ろうと思って、結局飾り忘れたんだけど、須賀川では。そうなんですか？それ、後ろ、裏にね、俺置きっぱなしにしてやると思う。あら、ちょっと確認してもらった方がいいですよ、ね、ちょっと確認して、今日ちょっと音楽でもしなくていただいていれば、ね、ちょっと見てください ね、ということで ね、あのいろいろお世話になりました。あの久しぶりのね、あの須賀川ぷかぷかライブでしたけども ね、楽しかったね。満員御礼でね、この駅に、ちょっと飲みすぎたかもね。そうなんですかね、私はもうすぐに失礼しましたから。それが松下としみがかっこいい去り方したのよ。去り方、翌日ね、そうなんですよ、片山さんのね、片山さんのコーラスの仕事が入ってたので、東京で、それで本番のアンコール、U で、U の後半にそのまま松下上がりますです。お、曲の途中で、そう、皆様に送られてる、普通だいたいメインがそれするよ、したいよね。そうすけ、気持ちよかったです。なんか、ね、気持ちいいだろう、あれは。なんか、ね、握手して泣かっちゃって ね、失礼しました。前から去っていくんだから。そうだね、後ろ行けないから。その新幹線で送った、あのね、もうバーッと着替えてね、そのまま失礼しましたけれどもね。そういうドラマチックなね、構成をたまたま思いついたんですけど。構成というか、たまたま、なんか電話がブーブーなってますよ。あ、ごめんなさい、僕だね。ね、ごめんごめん。ということでね、今日はあの金玉お便りいきましょう。あのね、おはがきね、おはがき、お誕生日のメッセージカード来ました。ありがとうございます。僕20日が誕生日だったんです ね、お誕生日おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ずっとずっとその素敵な声で素晴らしい歌を歌い続けてください。そう、なお一層のご自愛を、京都の京子さん、ありがとうございます。いつもね、こういうお便りはね、あの、いいよね。ありがとうございます、なかなか最近ないじゃないですか、メールファックス。そうですね、素敵な、ありがとうございます。なんかね、いつもね、綺麗なね、これね、本当に。でね、須賀川のね、郡山の、あの佐藤亮太さんからね、ギター作っていただいてね、このギターそうなんですけども、これ手作りのギター、ね、今日ちょっと持ってきましたけどもですね、この手作りギター、ここに金玉って、金玉って彫ってあるんだ。素晴らしいね、この金玉が彫ってあるヘッドに。素晴らしいわね。ちょっとあの、どっちかというとそのちょっとトラックやろうみたいな感じ。いや、でも海外の人ってこういう感じが割と好きじゃないですか、この中にも、ね、ピックアップもちゃんとね、つけていただいて、これちょっとあの、どっちかというとピックアップ使ってね、アンプから出した方がいいのかもしれないけどね、今日はちょっとね、あのお初ですね、持ってきてみましたけども、なんかやりますか、じゃあ、じゃあ、ね、その音で、あの、そう、もう佐藤、亮太、亮太佐藤工房、工房、ギター工房を始めてね、で、ちょっと時間があったからっていうことでね、この中に書いてあるんだよ、金玉スペシャルって。すごいよね。そうそう、なんかお誕生日に間に合うように、これ金尾義郎、なんて書いてあるのかな、このスペシャル、そうそう、義郎金尾カスタム、金玉スペシャル、いいっすね。なるほど、
俺も本当これ前日から行って前日にその金曜日ライブっていうのがあって12人の金尾義郎が出たんだけど、12人の金尾義郎ね、それでだってそれ3時間聞いたんだよ、これライブ終わって向こうまで行って3時間聞いた後に俺がちょこっと歌うわけ3曲、うんうん、出番が何時だともう11時過ぎだよ、あらら12時前ぐらい、終わったのが12時過ぎだもんね、うん、そうそう、うん、そんなことでもみんな素晴らしかったね、俺の曲を全部アレンジ変えてやってくれてんだけど、すごいクオリティ高かったです、すごいね、うん、1曲だけじゃないからもう ほとんどの曲やるじゃない最初に、うん、俺や何やるのみたいな感じになってさそう、何の歌だかね分かんないぐらいのアレンジで、アレンジ力で最後まで分かんなかったの、ね、しんちゃんの曲が全然違うんだもん、曲が分かんない、詞だけあれで、そうそうそう、そういうのもありました、ラストタイム、うん、そうそう、あ、そう、歌ったらかっこよかったね、うん、でもね、じゃあいきますか、はい、何歌うの、
はい、ね、ドリンキングインザリン終わったのは笑わなくていいじゃん。いや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 、拍手でしょ。いかがでした。何のその笑いは。いやいや違う違う、ちょっとガチャって言ったかおかしいね。バッて。いやもう、ま、あのいいんだよ。失礼しました。そういうね、生放送ですからね、ということで、はいはい、1曲目ドリンキングインザレインをお届けしました。ね、前ね歌ったあの僕が若い頃っていうか二十歳ぐらいに、21の時に作った曲かな、うん、これあんまりやってないけども、あの夢から覚めたらっていうね、はいはい、曲、あのこれは、あ、これ大事、初めてね僕がヤマハのポップコーンに出た時に、うん、九州大会でグランプリをもらった曲なんですけど、うん、あの当時はヤマハのポップコーンっていうのはそのなんていうかちょうど世良政則さんとかね出てた頃だったと思ったんだけど、やっぱりバンドでガツンとやる曲か、なんかオーケストラの曲とかしかなかったんだけども、これはね僕はあの弦楽四重奏でねやっていただいて、うん、あの僕が汚い格好してダブダブのオーバーオールにハンチングかぶって出てきて、で弦楽四重奏第1バイオリン第2バイオリン、ね、ビオラチェロで、あとそのウッドベースとブラシでやっていただいたんだ、うん、かっこいいね。 そういうねアレンジはなかなかねその当時なくて、うん、でちょうどそれって音源残ってないですか。音源は僕はあのどっかにあるかもしれない。あ、どっかに、どっかに聞いてみたいな、ね、聞いてみたいでしょ、うん、あ、今度持ってきたいけどちょっと俺前の家に置いてきちゃったんだよ。前の家全て前の家ってのおかしいね。失礼しました。あるんじゃないでしょう。うん、だからどっか探せばあると思うんだけど ね、それ、とてもなんていうかな、あの山のポップコーンにしてはね、うん、あんまりちょっとね、なかなかないような感じのアレンジ、うん、これ大村正明さんでアレンジしてもらったんだよ、うん、松田聖子のスイートメモリーを作った、はいはいはい、大村さんも福岡でその当時ヤマハにいらして、うん、で大村さんのアレンジ でもやっぱ感じが近いものがあるよね、うん、ツイートこれって CD とかになってないんですか。なってないですよ。すればいいじゃない。唯一ね一回だけ山そのポップコーンに出たんだけど、うん、九州大会で長渕くんも出てたのよ、うん、その時ね。で長渕くん何回も出てて、うん、それ俺がグランプリ取ってしかもさ俺中洲で歌ってて中洲の店行っちゃったから結局聞かずに、うんうん、だからあの友達がさ、うん、そのなんかあったらもらっといてっつったらトロフィーとかいっぱいあったのよ。もらっといて店に電話あのかかってきて、カナ君グランプリバイカナ君って未だにその同級生からねいろいろ言われますから、目から覚めたらお届けしましょう。
人を飾るさ、こんな素敵な笑顔だから、夢から覚めたらもう一度熱いコーヒー飲もうじゃないか、小さくまとめたお前の荷物が重く心に残るけれど、間違えた。ボロボロだよね。いやいやいや、言わなければ分かります。言わなくても分かるよね、今の。指がつってきてさ、動揺した俺。最近つったりすんだよ。あ、薬68番飲んでないですか。68番って言わないよ。何ですかね。え、知らない。漢方薬？うん。あれ効くんですよね。ちょっと飲み忘れてたな。指がね、結構そんなことない桜で、あ、桜だくない、あるある、ある、一時あった、今年の初めぐらいね、動かなくなった。ほんと、うん、全然あの力が入んなくなっちゃって。え、ね、それどうしたの。あのね、練習してるうち治った。ほんと、うん、あんまり、なんだ、あんまり弾いてなかったんですよ、コロナでライブもないし。うんうんうん。で、突然弾こうと思ったら全然力が入んなくて、うん、あ、これはまずいと思って、うん、結構ね、1ヶ月ぐらいかかったかな、リハビリさん。そんなに、うん、今大丈夫だけど、うん、あ、ほんと、うん、ギタリストはね、ね、うん、大変、うん、まあ、俺なんか割と他の人をカバーしてくれるからいいけど、うん、まあでも、なかなかあのやっぱ健康のね、ね、ね、不健康なことばっかりやってるからね。お便りしましょうか。お便りしましょうか。かなおさんとしみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。清水です。あ、清水佳代子さん、はい。そうですね。はいはい。本日は金玉ですね。うん、私も含めてですが、体調を崩されて大変な思いをされている方、うん、年を取るとともに自然なことなのかもしれませんが、うん、やはり健康であることが一番です。そうですね。なりたくて病気になっている方なんて一人もいないですよね、うん、回復薬を今日もいただきたく、うん、放送を聞いていますよ。はい、ありがとうございます。須賀川でのハッピーバースデーライブや鈴木さんが入手されました貴重な LP や、うん、今後のライブ情報など耳をダンボにして聞いています。もちろんリクエスト曲は何でも OK です。よろしくお願いいたします、はいはい、寒さも本格的になってきますので、うん、体調に気をつけて頑張ってください、いつも応援しています、日増しに回復しています、はい、鈴木佳代子さんもね、ありがとうございます。がんの手術を ねされて、そうですね、まあ、一日も早くね、うんうん、あの元気になられること、やっぱこうやってラジオを聞いていただいてですね、元気になられるっていうね、ことで、もうだんだん僕も青もこう枯れてきましたから、枯れてきましたからね。もうできなくなる、青やめようかな、赤にしようか。え、青、うん、いやいや、つまんないしね。なんでですかね、ガラガラ、大きい声が出なくなったとか。
出しづらいとか、いや、あの大声禁止だから基本的には、大声出しちゃいけないって言われてるのが脳にあって、脳にあっ て, ストップがかかってるのかもしれない、うんうん、そういう風な言い訳しとこうね、でじゃあ清水佳代子さんにね、のために歌いましょう、はい、あなたからの贈り物、はい、坂道登ってきたのさ、二人並んでその手をつないで、日から競ってきたのさ、季節は巡り時代は変わってく、歴史の中で贈り物をご紹介しました、どうですか、牧師さん、
拍手拍手しないとね。松下さん行きますか。それいやあのね、うん、もう一つなんか来てた メッセンジャーメッセンジャー、はい、はい、ちょっといいですか、はい、皆様こんにちは。はい、こんにちは。快晴の中いかがお過ごしですか、うん、アメリカは今日、日本時間だと木曜日ですが、アメリカからもね聞いていただいてる、うん、はい、これはあのアトランタからでしょうか。そうですね、サンクスギそうストームさんね、はい、サンクスギビングで感謝祭でお休みです、はい、元旦クリスマス感謝祭と私が決めている年に3日だけ、うん、昼間から酒を飲んで良い日の中の1日で食べて飲んで寝ただけの日でした。今日の金玉は鈴木雅之さんがカナオさんの昔の音源を持ち込むという情報がありました。そこでライブでは、うん、セルフエコーリフレインで展開しているインスピレーションをリクエストさせてください、うん、スタジオバージョンでどうなっているのか非常に興味深いのでよろしくお願いします。オース、オース来ましたか、はい、オース、ありがとうございます、アトランタのですね、はい、つとも高橋さんからいただきました、これはですね、はい、あの鈴木さんがねちょっとあの発見されましたけど、発見されました、発掘、ね、していただきましたけどもですね、これはあの徳間ジャパンにあの移籍した時のね、はい、あの第1弾になります。これモーターズっていうバンドをやっておりましてですね、うん、これはあの内緒にしておりました。内緒にしなくてもいいじゃないですか。モーターズ最初デビューはねビッグソニーからっていう、うん、カノーシュ&ウエストっていうバンドでしたけどね、しばらく経ってこれ1988年に、うん、あの徳間ジャパンバーボンレーベルですねに移籍しましてですね、その第1弾ですね、はい、ロングディスタンスっていうねアルバムの中から、はい、じゃあね、つとも高橋さんのリクエストにお答えしますか。まあ、はい、インスピレーション歌ってますがまたちょっと違いますね、聞いてみましょうか、インスピレーション、インスピレーション、特別な夜をお前にあげよう今夜だけ、インスピレーション全ての夢をお前に託して Knock on your door、 汚れた街のプリズナー俺は鎖につながれ夜をさまよう、噂話に今日も花を咲かせる Only Lonely、 俺にはどうでもいいことさ、 Walk in the street、 寂しすぎる夜は星を集めて夢を振り歩く道化師さ、 Inspiration、 凍えた街で二人抱き合えば今夜だけ、お前にあげよう Knock on your door、
だけ。特別な夜をお前にあげよう Knock on your door. はい、ということでね、ウォーターズロングディスタンスの中からインスピレーションをお届けしましたけども、レーション、レーション、レーションというのは、レコーディングはないんで、そうだよね、俺があのライブでやってんだみんなレコードが出そうなってる、そうなってると思ってたのに、すごいね、俺もね、ライブでそういうふうに思い込ませるっていうのがね、かっこいいね、かっこいいです。まあ、これがこれでね、気持ちいい、なんかリズムが気持ちいい。これモーターズですね。これ、そうそう、まあ、やってる曲もあるんですけども、全然やってない曲もね、いっぱいありましてですね。まあ、クリスマスの曲もあるし、またそれはね、クリスマス近くなりましたら、ハッピークリスマスっていうのがあるんですけどね。それ聞きたいですね、来月。それでね、ちょうどね、今、ももこさん。ももこちゃんから来てね、ももこさんも。メールが来た。はい。メール来ました。はいはい。カノンさん、としみさん、桜田さん、鈴木さん、こんにちは。今日は金玉ですね。はい、カノンさん、福島でのお誕生日ライブはいかがでしたでしょうか。はい、改めてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今後、今年もカノンさんにとっていい1年になりますよう願っております。ありがとうございます。今日は鈴木さんが最近ゲットしたカノンさんのレア LP を Facebook の記事で上げていたので放送楽しみです。リクエストは久しぶりにインスピレーションが聞きたいです。生歌でも LP でもどちらでも大丈夫です。それはすごいね。そういうタイミングですよ。タイミングがね、やっぱりどうなんだろうと思ってね、興味があったんでしょうね。追伸、明日のカナオさんがゲストで出られるラジオの YouTube 配信楽しみにしております。明日ね、珍しく僕がゲストにちょっとそれ説明しましょうかね。明日ですね、お昼ですね。お昼です。13時から1時から、はい、生放送で生配信ですね。そうですね。これはあの 川上正樹さんの番組、マッキーの番組で、なんていうタイトル、これはですね、はい、FM、レーディオ燕三条って新潟の方の FM なんですけど、11月27日土曜日13時から15時までの生放送で、はい、川上正樹のマッキーズカフェっていうタイトル、マッキーズカフェ、はい、はい、で生放送で、YouTube 生配信をします。で、マッキーアイランドスタジオっていうのがあるんですけど、そこから生配信をするということですね。はいはい、スタジオ ね、まあ、全国ね、マッキーアイランズだね、アイランズスタジオより生配信、 YouTube ね、YouTube 生配信をしますということで、なんかプロレスラーの方も、僕が最初に出るんだけど1時5分ぐらいから登場かな。そうです、1時、そうですね、まあ、1時から聞いててね、ぐらいから登場で、その僕のコーナーというか、はい、僕が出させてもらう後に、まあ、ゲストコーナーで、はいはい、その後のプロレスの方もいらっしゃるみたいなね。そうなんですよね。マッキーってそういう歌歌ってんの？いや、プロレスの、なんていうの、司会じゃなくて、リングアナ。リングアナとかやってるんですか？そうなの。あの、燕三条って私の記憶が正しければですね、ジャイアント馬場さんってそっちじゃなかったかな、おそらく。なるほどね。だから多分そういう関係、地元ですからね。地元、マッキーの地元。そうです。だから山田さん、ここにいた。あ、山田さんもそう、そうみたいね。そうだったみたいね。そういうご関係があると思いますが、ぜひ聞いてください。楽しみです。それで、それ終わったら、カノさんはライブだから、アビームへ行かなくちゃいけない。マイタービームで、夜はライブですね。最近ね、ダブルで、ちょっと、そんなのが、忙しい忙しいから、ありがたいことに。で、ほら、酒も飲まなきゃいけないじゃん。飲まなきゃいけない。そんなことになるのに。もうね、飲まなきゃいけないことはないと思うけど。いやいや。いやいや、お店のね、売り上げに協力しようという、そうそうそう。サービス精神。やっぱりさ、だん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 、やっぱ、こう、気持ちの中に、もう1年も1年半もさ、ずっとさ、閉じこもってたら、その、外で飲むっていう、
気持ちがだんだん減ってくるんだよね。あ、そう、それはあるある。でもそれはちょっとあんまり良くないから、うん、まあ、できればそのそういうお店に対してもね、うん、できるだけ外でね、あの元に戻したいと。そうそうそういう。でもね、社会貢献のために俺が飲んでるの。無理やり無理から売りだけ、そうそう、売りから飲んでるふうには見えませんが、うん、無理やりあの飲まされてる。飲まされてる。あ、そうだ、ちょっとライブ告知をああいいよさせてください、はい、これ12月ですけど、うん、12月4日、うん、司&桜田、うん、メイプルハウスさんです、うん、学芸大学メイプルハウスさん、はい、7時から夜7時からと、はい、12月11日、うん、館内のヌアージュさんで、うんうん、高崎雅子ウィズ桜田武史で7時からライブやります、うんうん、はい、よろしくお願いします、はい、高崎雅子のね、うん、ここの番組にも来ていただいて、ね、素晴らしいシンガー、まあ、ギター一本で頑張ってよ、頑張ってください、頑張ります、大丈夫だろうね、頑張りますよここで知り合ってね、そうそうご縁ができたからね、よかったよ、ね、いや、もう大変だと思うよ、うん、大変、ギター一本は大変ですよ、雅子さんのあのパワフルな選曲、うん、潜水しね、うん、結構大変だと思う、ね、今、うん、あのリアクション来ました、ありがとうございます、はい、レガエダレションレションレションが2回だけ聞こえました、ああ、はい、すごく新鮮でした、声が若い、ああ、若いよね、うん、レションレション2回聞こえた、あの1回だけ入れてんの、あ、そっか、あ、すごい、そう、1回だけ入れてんの、あ、そこだ、そこを強調して、そこそこそこ、なるほど、機械でやってんだけど、すごいね、そ、機械でやってるのかしら、機械とか線とかね、もうなんかすごいです、そう長い線をね、俺たちあのシールドっていうの、あれシールドって言いますね、あ、本当線、あのたけしとか10メートルぐらいの長い線買ってさ、俺たち前に出ようと思ってんだけどもうあれ買った方が早いでしょ、うん、ね、うん、あのじゃあとしみさんちょっと行こうよ、一曲だけじゃね、うん、今日何、これまで行こうか、これまで「どこまでも探し続ける恋ねぐら」「傷つき」欲しくは
としみが歌いました骨まで愛して重たい声でしたね欲しいのよあ素晴らしいじゃないですかね相変わらずね声いいねまあよく言いますことねこの間コーラスよく言いますことことじゃないねあのあれじゃないあすごい良かったらしいねコーラスそうですかねうんあの藤子ちゃんとね、うん、そうそうまあ落ち着いてね、うん、あのまあ藤子ちゃんとはこう何回もリハしたから、うんうん、振り付けまでしたんでしょ振り付けがあったんですペンライトフリフリのすごいことするよねよくやったねよくやりましたよもう腰が痛いのにね、うん腰腰やられてんのにね。ああ腰そうそう。頑張ってやりました。塚川の時も腰がねそうそう痛くて本番どうかなとか思ってたんだけども、ね、なんとか持ちましたよねあれね。なんとか持ちましたね。普段のやっぱ鍛え方があれなんでしょう、ね。まあ運動不足ですね。運動不足ね。筋肉が衰えてるんですよ。僕もサボってたらやっぱダメだね。うんなんか ね, んかね、うんうん、すぐにあの元に戻っちゃうんでやらないと ね, ねなんかね戻るの早いですね、うん、そう思いますよねなんかもうリクエストが一通りねお答えしましたあそうですかかな、はい、今日はリクエストもあんまり今日はなかったねミキ君から来てないの今日いやなんかね、うん、届いてないのかな具合悪いのかないやあのいつも来る人が来なかったらなんかひょっとしたらね具合悪いかなそう先週はねお土産をみんなでいただきましたたくさんねあの塚川のね送っていただきました博多のお土産ですね博多も博多通りも、うん、そうそうそう通りも、ね、塚川持ってきました、ね、そう塚川にこのなんと鈴木さんがサプライズでねそうびっくりしたよ鈴木さん私似てる人が似てる人かってまさかまさかと思ってたんで、うん、いや来られないしもちろんね無理だと思ってたから、うん、へーと思ってねそうびっくりしましたねありがとうございます家庭の事情がありました家庭の事情事情がありましたおかげさまで来られるよかったです、はい、ね、うん、じゃあ、うん、なんかリクエストないよね、あ東京トナイトどうかな、はい、東京トナイト東京トナイト懐かしいなこれもねこれはこれがデビュー曲ですか？そうそうあのエピックの時のシングルになった曲なんですね。東京つないでいきますか。Mm-hmm.
中だけの幸せ捨てた。お前はマリア東京 tonight。 日の光さえ届かない部屋、ここから Get Star東京 tonight。私を東京トナイトお届けしました。はい、よかったです。はい、ということでね、今日は、金玉ですが、あの今後のゲストの皆様をねご紹介しておきましょう。まあ僕のライブは明日アビームということで、今年はね12月もうあと1回しかやらない。え？うん、ちょっとあのあんまり体調が良くないんで。何がですか？ライブ。ライブ？うん、体調良くないですか？うん、12月はね、18日横須賀楽屋。はい。うん、それ1回で、今年はやりません。何ですか？一切やりません。一切やりません。うん、まあじゃああと2本ですか？今年は明日のアビームと。そう、そうです。入れてないです。あ、来年は入れてますけど。うん、ハイダウェイとかいろいろありますが。ありますね。うん、まあでもまあいいんじゃないですかね。そうです。うん。まあ、スカカを歌えただけでね、よかったの、誕生日。もうね。うん。もうそれでもう幸せです、ね、僕は。靴下もね、売れました。そう。金尾由郎の旅。ね、旅、ね。旅。旅ソックス、ね。旅ソックスね。あ、そうだ。うん、あ、いいんですか。うん。ゲストの方もね、ご紹介したいんだけども。はいはい。12月3日、これはね、ARB でおなじみですが、白濱久志さん、ギターですね。はい、ARB とかね、いろいろ、福山くんの。福山雅治さんの、デビューアルバムを作った。ね、うん、アルバムね、1枚、ほとんどそうですね。あと、いろんなプロデュースとかもやってますね。はい、すごいですね、いろいろね。40年ぶりに僕、会います。40年ぶり。昭和時代の仲間。昭和時代もともとモッズっていうバンドやってたのよ。デビュー前知ってる。モッズデビュー前、うん、ザ・フーのカバーとかやってたの。で、その時期から会ってなかったのね。じゃあ20代から突然60。白浜久志さん。すごいですね、久志さんね。はい、これ、12月3日で、あとね、いよいよ12月の17日、これは、はい、バウアウ山本恭司さんですね。お楽しみいただきたいと思います。嬉しいです。またお会いできます。ね、そうですね、はい、その後ね、その後も、はい、またちょっとご紹介しますが、はい、続々と入ってき て、はい、来ております。じゃあ調整ができたら、ね、調整してね、もう発表したいと思います。そう、うん、それでそういう感じでね、うん、最後の曲いきましょう。 なんかちょっとなんか今日マイナーの曲多かったね。そうですね、なんか明るいバラードが多かったですね。不良中年かパニエン、パニエンどちらでも、どちらでも。あ、金ちゃん、あ、古希おめでとうございます。11月30日何の話？ぷかぷかの金ちゃんの、うん、それ分かんないよ、ね、言わないと急に急になんかちょっと言ったら気づいてくれるかなと思って。あ、ぷかぷかの青津さん。そう、青津さんが11月30日がお誕生日でね。古希なの？古希なんですよ。若く見えますよ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、今日しか言えないから、ね、そうなの。おめでとうございます。
ね。ありがとうございます。ハピバスデー。じゃあ、あのハピバスデー。ハピバスデー。うん、ハピバスデーファニーエンジェル。ファニーエンジェルをお届けしました、あっという間の1時間でした。はい、お相手は、はい、松下としみ、はい、桜田たけしと金野義郎でございました。また来週お会いいたしましょう。鈴木さんも撮影ありがとうございます。 See you next time。
優しいあの人は今はない。人の心が好きさ